小槌チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思うわけですけども、まあオリンピックがいよいよ始まるみたいなんですよ、うん、まあオリンピックの話といったいろいろあるんですけども、うん、いろんな記念硬貨が発行されますね、あれですか、うんうん、でその時たくさんコインが発行されて価値が落ちてしまったりするもんですよね、うん、あのオリンピックはね、東京のあの日本の古戦のブームっていうのは、うん、まあ明治時代に一遍あって、それから昭和の初めぐらいに近代貨幣がみんな集めるようになって、それからそれまでもっと前で言うと、うん、もうその明治大正時代なんていうのはもう今の近代貨幣な、うん、は収集の対象ではなかったわけ。ほう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 、うん、それから古銭とは言わない、現行銭やから、まあ、その当時使ってましたからね、普通に使ってたからね、うん、それからそういうカタログができた時の、うん、僕はあのカタログっていうのはあのもうその古銭の収集が始まると同時に、みんなどれぐらいで何本ぐらいで買うたらいいかとか集めるのにね、そういう指針がないと集めにくいからっていうので、すぐそういう本ができるんよ、江戸時代のその半ば、うん、元禄ぐらいから古銭の収集っていうのが始まったわけだけど、だ、うんうん、からそういうそのずっと それからのカタログ的な値段を書いた本っていうのがあって、そういうのも一生懸命集める。それからおそらく100以上集まってると思うわ、うん、それからあの値段の変遷もようわかるんやけども、その中でやっとね、近代貨幣がそのそういうそのカタログの中に登場した最初というのは、多分この大正8年っていう年に こういう大正古銭価格図鑑と、いや、かっこいい、すごいですね、それね、こういう本ができてね、うん、ほんで ほとんどはこういうふうに穴開き線や、あ、ほんまですねな、最初から、で最後のとこのここにわざわざ増補と書いて、うん、それでこれ幕末のお金と、それからここにこんだけこのこれと このこんだけだけ、うん、これが明治以降のその珍しい貨幣ということで、全体の 5% もないかな、そうそう、何点ある、 1,2,3,4,5,6,7,8、まあ10個ぐらいってことですね、6点、6点しか出てないわけや、じゃほとんど江戸時代のお金と、うん、ほんでそのしかもその6点も、うん、なんで出てる言うたら、うん、その一般のやなしに市中貨言うて特別にその作ったお金、あの試しに作って、それから当然残ってるの少ないから、それからそういうもんだけがやっとその収集の対象に加わったわけ。なるほど、まあ、当時1円は普通に使ってるから価値ないってことですな、うん、ほんでこの前もあの20円金貨の時に言うたように、うんうん、その金貨にしても現行貨幣やから、うん、それからその年号がどうとかというのは一般言わへんだけども、それやけど年号の珍しいものがあるということは業者は気がついてるから、それでその金持ち目当てにあのきちっとその珍しいものは珍しいなりの高い思い切り高く売ってやろうということやな、うん、で一般の人は気がついてないから、そういうとこから買い集めて珍しいものがあったらそれをあの高く売ると、だから富豪 の、うん、あの楽しみみたいなもんでしょ、そう、ほんで富豪に売りつけるために、売りつけるときにやっぱりその値段の基準を示したもんが本やらに書いてあると安心して買うやろ、あれでしょ、あの鑑定団でも値段いくらかっていうやつみたいな、そうそうそう、そやからっていうのでね、うん、これが小これあのあこれ表紙取れてるけど、ええ、あのだいたい こんなんと同じ岡田商店って言うて、はい、東京の大きい古銭と切手をやってた業者が、この自分は大々的にやってたのは商店としてはっきり名乗ってやってたのはここぐらいで、うん、あとはみんな個人名で自分なあの誰々という名前を名乗って、それで自分のとこにごく 少数のお得意さんがいるというような形の業者が何人かおったっていうのが、でこれが一番最初から大手ということや、この岡田商店というのは、岡田さんね、でこの人はさから、そういうあと売りやすいよ、一般にも売りやすいように、うん、そのカタログを作った方がいいっていうので、早うからカタログをこしらえて、もっと古い時には、ああこれ切手も扱ってるんですね、切手の方が主やね、ですね、うん、で古銭の収集っていうのは古臭い趣味やということで、まあ収集家の中の
一番トップのような人が、うん、自分が集めて余分のものを処分するために商売してるっていうような人が多かった、ね、そしてこれ見て驚いたのは、うん、年号を書いてるのが分かるとしても、うん、そういう状態については何も触れられてませんね。そうそうやから、そうやからね、その自分ね、現行下でね、お客さんも少ない時やからね、うん、そんな汚いもんが売れるはずないわけ。ああそうやね。ね、でも言うたらほとんどその商品というのは未使用みたいなもんばっかりで、ええ、わざわざその状態を言うことないわけ。それから20円金貨でもその状態が悪けりゃもうその通用するのが40円やったから40円そのままぐらいしか取引されへんわけ。あそこでは、何番になってる、60、65円ぐらいになってるのかな最初。それから明治3年の20円金貨というのは当時40円の通用のものを65円で売ってたわけよ。そうですね。な、うん、ほんでその珍しい年号のまたこう売らないかんから、ここではこの前言うた明治13年なんかは思い切りの値段つけて200円ぐらいついてますね。何倍、200円ぐらいついてたかな、明治13年は260円、明治9年が60、明治9年なんかね、うん、明治3年よりもうんと少ないし、ね、それから 今なんかやっと恐ろしい値段してんねんけども、うん、これが普通の やつより安ついてる、 60円。ああで一番多い明治3年が65円って、うん、違いますね、だいぶ額は、ね、で明治13年はさすがに260円、うん、明治10年250円、うん、明治13年260円っていう値段つけてるわけ、うん、で結局 その明治10年13年をそういう富豪やらに売らないかんがために、うん、ちゃんとそういう値段を表示して、うん、それで売り込みに成功したわけの内容みたいな。そやけども当然さやから、その自分のカタログっていうのはこれ販売カタログやけど、うん、もう状態なしの一本値段は一つのもんについて一つの値段しか、状態関係なく値段が表示されてるわけや、うん、なるほど。こういう状態がずっと続いてるわけや、戦前は。で戦後になってやっと状態表示を言うようになったのは、外国 のカタログを見ると、カタログにその未使用アンサーキュレットとか未使用とか、そういうなんで値段の差がつけてあるのを見て、日本もやらないかんっていうことになって、それで普通つけてんのはこれが。そのまだ貨幣商組合というのもできる前の個人で、これは内外貨幣って今タミヤ商会って言ってるとこが自分とこの個人で作ったカタログやねんけどな、これなんかはやっとその状態を2段階にして、どうせあんまり汚いもん売れへんから、それから綺麗なもんと、それから未使用と、この2本立てだけで値段つけてんな。ほんでその時の綺麗なもんと汚いもんの差っていうのが、普通の銀貨やと倍から3倍ぐらいまで、最高で。今銅貨なんかの未使用というのは非常に高く評価されてるけども、2000銅貨の一番最初の明治6年というのが300円から1000円っていう、なるほど、それから3倍ぐらいやな、それでも。今多分銅貨のね、今多分その辺のが明治6年やと未使用10万とか20万とかいう値段がつけてるわ。ああ、なんかベリーグッドと UNC って書いてますね、うん、UNC のアンサーキュレット、ベリーグッドいうのは非常に良いっていうことやな。未使用ですごくいいと。なアンサーキュレットいうのは流通してないっていうことやから、未使用やろ。その2本立てやん、うん、なるほどね。で最初の世界貨幣商組合ができた時のカタログなんかもそんな感じで2本立てや、ほうほう、値段ずっと。そしたら外国人なんかはもうすでにアンサーキュレットと、うん、それからそういうベリーグッドと、うん、もうものすごい差があるわけ、銅貨なんかやったら。そうですね、前なんか10個ぐらいあるって言ってましたね、うん、段階も ね。ほんでね、僕は一番外国のカタログ見た時にびっくりしたのは、うん、ちゃんとカタログのその最初のところに状態を写真で、未使用というのはこれぐらいの輝きをしてるとか、一番悪い状態のまあこれぐらい傷がいってるとか、
そういうのをずっと段階表示で全部写真が出てた。なるほど。 今でも日本でもそうするべきやのに、日本のカタログなんかまだそれもやってない。なるほど。でこれ作られたのは1964年で書いてるので、64年っていうのはちょうどオリンピックの年 ですね。やっぱオリンピック記念、オリンピックはね、うん、あの日本の戦後の古戦ブームは2回あって、うん、大きいブームが2回あって、1回目がグリコね。グリコっていうのが、うん、おまけに古銭をつけたことで、グリコ店舗ってやつですね。うん、それから前グリコ店舗っていうのがあったけども、グリコのおまけに古銭を入れるようにしたわけや。っていうのは戦後その戦前のお金がもう通用せんようになって、それがスクラップで出てきてたから、それから一番安いおまけない。ああ、価値ないと。うん、それから一銭どうかなんかやったり。実際に1銭とか2銭であの集められたっけ、スクラップで。ほうほうほう。それから10円のおまけに1円までのものを入れないかんということや。ああ、そうやね。グリコなんかね、うん、それからグリコはあの景品用のおもちゃはみんな1円以下でコストができてるわけや、その時に5銭とか10銭で集められるもんはその5銭とか切ってやったわけや、で最初にやったのはその古銭をやったわけ、それが昭和30年ぐらいかな、僕が26年に小学校やから、30年ぐらいやな。昭和30年、小学校3年4年ぐらいの時にその、あのブームが起こったわけ。それから今の古銭界の僕らももうあのもう古手の方やわな、それからほとんどの有名な古銭家っていうのはその自分に集めた人がものすごい、始めた人が。で僕はそのグリコの前からやってたわけやな。でグリコの前からやってたっていう人が非常にあの古うて、それで今の中堅以上の人がグリコから集めた人。なるほど。でその後に今度はオリンピックがあった時に初めて日本で記念貨幣が出たのがオリンピックの貨幣、オリンピックの1000円銀貨と100円銀貨なんやな。なるほど。じゃあオリンピックで古銭の人気はつながってると、ほんでオリンピックで初めてその古銭が、あの記念貨幣として出た。これもその話を持っていった古銭の業者が、要するに政治家にそういうことを言わないかんので、で小林厚生大臣っていうのが知り合いにおったわけな、あの貨幣商の最初に理事長になった人やけども、あの久我原さんっていう人がおって、ものすごくこの人はあの古銭界を業者団体を引っ張った人でね、今の入れ物、古銭の入れ物とかそういうものも皆あの外国のを見習うて、そういうのを開発した人で、ものすごい功労者ね。ほんでその人が古銭をもっと流行らすのには記念切手はあったわけやから、記念硬貨も外国ではあるんやからいうので、それを提案したわけや。あ、もしかしてオリンピックまで記念硬貨なかったんですか？なかった、日本には。ああ、そうなんだ。うん、ほんでそれの始め、そしたら大蔵省ではものすごい嫌がったわけ。官僚はみんな嫌がって、そういう新しく邪魔くさいことせんな。お金作らないかんし。ね。ほ、うん、で造幣局言うても、造幣局も今その100円どあの銀貨を一生懸命作らんならん時に、そんな余分の仕事をすんのは嫌や言うて言うたんやけども、その小林厚生大臣が、その自分は誰やったかな、池田隼人かな、首相が。そのもんですね、大体。でその辺へ言うて、ほいでその了解取り付けて、首相が言うてる注文で、で無理やり押してやったわけや。なるほど。ほいでこれで記念硬貨が出たもんで、それで古銭集める人が急に増えたよな。おそらく10倍ぐらい増えた。ああ、なるほど。ほんでこれはこれからあの そういうのを頼むのに、やっぱりその政治家を使わんとあかんっていうのを久我原さんは考えて、ほんでオリンピックの後の 2,3 年後ぐらいにやっと組合ができた、業界団体が、貨幣商組合っていうものがね。なるほど、うん、政治家に圧力する団体ですな、うん、ま、というつもりやな、そのうん、だけどもそういう団体作る時の作り方があの非常にあのなんていうの、
そういう団体作るいうことは、そういうのに関わってる人はとにかく皆入ってもろて統制しやすいようにするべきやのに、それを入るのに非常に複雑な条件をつけた。あの誰々の紹介がなかったらあかんとか、それから人によっては入りたいけど、あのその推薦がもらえへんで入れなかったとかね。だから結局本当は業界団体いうのは一本化して締め付けるようにする方がやりやすいわけやん。だからそれを誤っていまだにそういう状態になってるけどな。なるほど。組合ってしかしこういう記念コインがそのオリンピックから来てるってのは驚きですね、うん、ということは上皇陛下が成婚された時なんかは記念切手しか出てなかったですね。そう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 、記念切手はね、うん、明治天皇のね、うん、銀婚式が日本の最初の記念切手なんです。あ、そうなんですか。うん、でそれから皇室の行事、それから戦前は記念切手言ってもせいぜい100ぐらいしか出てない。そうです、ね、戦後はものすごい出てるけど、ね、もう特に最近は異常、出まくってるわけが分からないです。うん、それけどもその昔のそのでもその明治のその銀婚25、あの明治天皇銀婚っていうあの記念切手が出たとこで日本はものすごく切手の収集家が増えたわけだ。それから切手の方がその収集としては進んでるわけや。あ、世界的にも進んでる、ね、なるほど。で切手の方がね、戦前の業者でも大手が 何件もあるわけや、うんうん、で古戦はその切手の業者がついでに置いてたっていうのが実情ね。あ、うん、まあ、そういうでも記念切ってやってる人が記念コインもやるって人結構いますからね。うん、それから記念切ってやってる人が自然に、うん、あのコインの方にも入ってきたわけよな。なるほど、うん、しかしそう考えるとオリンピックっていうのは古戦の定期でもあるんですね。うん、そう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 、そう考えるとこのカタログ本にも歴史があると。で大蔵省のあんだけ嫌がってた大蔵省も、うん、今や作りとって作りとってしょうがない、ね、うん、ほんでしかもあれ、造幣局自体は今あの独立行政法人になったから、あ、余計そのそういうことで稼がないかなってなってるからね。だけど最初はもうものすごい嫌がってた。まあ今なんか当たり前のなんとか記念コインっていうのは、うん、まさかオリンピックが発祥とはしなかったですね。うん、そう考えるとこういうカタログを見てにもいろんな歴史があって面白いなと思います。皆様はいかが思われましたでしょうか。まあコインに対する思い出や記念切手に対する思い出がありましたらコメント欄にいろいろ書きください。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。